なんでバット持ってんの？ヒット打ったじゃないですか。あの感覚ですよ。忘れないように。いや。雨降ってますよ。傘させないよ。持ってたら。傘さしたらその感覚忘れちゃいますよ。濡れても感覚だけは失わない。アイパチ、復活の一打を放つ。ここ最近、致命的な欠点を大量に修正している私、ライパチです。現在意識しているのは潜りすぎないよう背筋を伸ばして立つ、スタンスを狭めて回転力を上げる、そして 2.5 の間を作る、この3つを意識してひたすら打ち込んできました。そんな中、イケてるサラリーマン軍団のシャイさんとの試合です。9番ライトで出場。意識していることが実現できるか、大事な打席となりました。叫んでますが、ツーアウトから終わらないことが大事だったので、これは良きでした。その後、1番の守備猿順に戻り、カウントは3ボール1ストライク。普段走らないライパチなので、バッテリーもノーマークでした。多分そのままでも成功率は高かったんですが、打席の順が隠れたアシスト、見逃す際に大げさにリアクションし、キャッチャーにはいいキャッチングをさせ、さらにはショートも反応が遅れているという、これからも1ヶ月に1回くらいは走っていきたいと思います。しかしこの後やっぱりやらかしてしまいます。まさかのホーム帰れず、純のレフト前ヒットで三塁手が取るかと思い、途中でスピードを緩めてしまいました。しかもレフトがファンブルしているのにホーム帰れたはずです。なのにストップ。ツーアウトということもあり、躊躇なく全力でホームへ帰るべき場面、さらにストップでも三塁手が離れているので急いで小さく止まる必要もありませんでした。これは致命的なミス、大反省です。試合後、一人でひたすら二塁ランナーの練習を行いました。そして2打席目、ノーアウトランナーなしの場面、変化球が増えていたのでスライダー系を狙って打席に入ります。ワンボールから内に入ってきた変化球、軸で回っていますが差し込まれてファール。今度はさらに内に入ってきた変化球、狙っていたのでボール気味でしたが無理やり内に行きました。回転と軸足で回る意識ができたからこそファールになったような気がします。しかし追い込まれました。ここまで変化球3つ、ストレート系も頭をよぎりながらの4球目。変化球が続いた後のやはりストレートでした。タイミングを早めに取り、片足スクワットで間を取る意識、そして潜りすぎず体は立てたままバットヘッドが落ちないようにスイングできたからこそ捉えられたのかなと思います。そこから昨日のエンドランの場面です。1番順の送りバントで3塁に進み、徳さんとのエンドラン、さっそうとホームを駆け抜けていきました。さあ3打席目です。チャンスで回ってきました。ここで打ってこそですが、ボール球のスライダー振ってしまいました。突っ込まず我慢しているようですが、そもそも振ってはいけない球でした。これで追い込まれ、あー、三球三振、完全に手玉に取られてしまいました。
このあたりの脆さ、そしてミスを修正しつつ、今意識していることは引き続き徹底して、下位打線としていやらしさ、そして打つところは打つ、そんな選手を目指していきたいと思います。アッパレグッズが新登場です。胸に刺繍が入った2019年春モデルのパーカー。野球はもちろん、通勤通学、デート、筋トレ、買い物、外食、お花見など、どんなシーンにも不思議とマッチしてくる究極のアイテム。他にもグランドで使えるプレジャーや新たなキャップ入荷しております。チェックしてみてください。